ワンショット。まあ、なんて素敵な笑顔なのかしら。さっき出したパンケーキは全部平らげたみたいね。まあまあ、全部食べたよ。あれ何？あ、さっきニコが乗ってたルンバでしょ。きっとそうに違いないよね。どれどれ、くっそ、くっそ、お前何吸い込んだらそんな匂いが激甚。うえ、うえ、う。いや、そういうゲームじゃないはずなんで。ああ、ルンバが電球になって電球が割れてフィラメントがぐちゃぐちゃになってやがる。ワンショット。おはようございます。おはようございます。みーの夢、見て、あ、うん。一択、相変わらずだね。あれって、なんでもない。もう、行こう。おいおい、気になるじゃねえか。え？そろそろ、了解でございます。今後ちょっと、あ、これ読んだやつ。ということで、もう、さすがに、あれから何日も経ってますから、もうさすがに解読できてるでしょうね、頭サイコロちゃん。はい。なるほど。5番の目だったのね。おちびさん、よく眠れた？うん。それはよかったわ。解読はもう、終わってるわよ。この日記は、ブルーホースのために書かれたものみたいね。そうなの？はい。ご覧なさい。これちょくちょく怖いよね、こういうのって。あのパソコン並みに怖いよね。いや、これを読んでいるということは、君は塔の近くにいるということだね。塔は捉えどころのない存在の領域だ。この存在はこの世界とつながっている。とりあえずは世界の魂として考えてもらって構わない。その魂に物理的な形態はないが、コンピューターや他の機械を通じてコミュニケーションを取ることができる。つまりは、君の使っているスマホやタブレットにも我々は侵入するということだ。あ、関係ない、関係ない。あ、すいません。誰のことを言っている？お前まさか俺の嫁に手出すつもりちゃうやろな。ん？あ、違う？じゃあ、させ、さっきからの後ろで嫁、本物のリアル嫁に突っ込まれてます。はい。君が救世主と共にここに来たとき、奴は。え、誰？誰？すぐに君に接触できる。もう奴って2個しかいないじゃん。独自の方法で存在は君たちを塔に導く。入り口は塔の基部って読むのかな？これもっとこうよく見るけど読み方がね、基部っていいのかな？はい。そして太陽だけでなく、以前まであった太陽の3つの欠片も必要になる。そこでは救世主は何もできない。だがその一方で、ブルーホース、君は。床の模様を見るんだ。そしてただそれに従えばいい。窓が消えるだろうが元に戻せばよい。解読できたのは、ページはどうやら破り取られているみたいね。とても残念。窓は何を意味していたのかしらね。追い出したのかしら。ブルーホースがきっとすぐに解明してくれるわ。そうだね。あ、以前まであった太陽の3つの欠片ってどういう意味？ミーはこの太陽しか持ってない。黄色の蛍光体を含んだ物体のことでしょうね。とても長い時間光るから、みんなそれを太陽のかけら、ワンピースと呼んでるの。あ、痛い、蹴らない、背中、腰蹴らないで。私、え？あ、おう、私ヘルニア持ちなんすよ、15歳から。突然のカミングアウト。み、琥珀で羽らら持ってるよ。2つとも黄色に光ってる。あ、わかった。で、3つ目が、2個の目玉を、ふりゃ！違う全部ネタバラシするやん今回。素晴らしいわ、おちびちゃん。最後のかけら私に任せてちょうだい。つまりそれを取ったら中から黄色いものが出てくるでしょうけどな。早く脱げ。
しいでしょ、ほんと笑っちゃう。でもこれで図書館のことを思い出せるわね。うん、ありがとう。じゃあ頑張ってね。よろしくね。無事を祈っている。わ、なんか手に入れたね。電球と羽と、なるほど、で琥珀と、でサイコロと、うん、で切符の、で、これ薬用水は何だろう。あら、もう一度説明してあげましょうか。うん、お願い。この日記によると、あなたは以前、あなた、その後部屋の中に立つの。そうね、ウルホースが床の模様が何か。おおお、え、ちょっと待って、この本だ。一体あなたは以前あった太陽のかけらを3つ持って塔の麓にある小さな部屋に行かなきゃいけないみたいよ。その後部屋の中に立つの。そうするとブルーホースが床の模様や窓で何かしてくれるのか。ありがとう。じゃあ塔の麓、その塔の麓っていうのがどこにあるの。塔の麓、塔の麓に今から行かなくちゃいけないんだっすけど、その塔の麓がどこにあるだっすか全然わからないんだっすよ。とりあえずもう外に。お腹空いてる。ねえブルーホース、カフェってどこにあったか覚えてる？はい、よかった。あのね、その少しお腹が空いたというか、すっごくお腹空いた。さっきあんたお前パンケーキ食べてたでしょ。パンケーキた、ここに来てからな、まだ何も食べてない。だから塔に入る前に何か食べていい？パンケーキあるといいな。え、カフェって、はいはい、了解了解、行きましょうか。てかね、あの無駄に力込めて喋りすぎたせいで今ね腰がめちゃめちゃ痛い。なぜかっていうと、力入れすぎただけじゃなくて、なんか蹴り入れられたからなんですよね。で、あれと、エレベーターに行きたいんですけど、エレベーターこっちの方であったっけ。あったあったあった、ここだよね結局。おい、お邪魔し、お邪魔しまーす。そして誰もいなくなった。今エレベーターのやつ喋ったら、で、うん、え、誰って、うん、は、え、え、待って、俺には見えない誰かがいるの。え、またホラーゲーム化してんじゃん、怖っ。毎回ホラー、こっちじゃなくて、あれどっちだったっけ、カフェって下だっけ、どっちかだったんだね。うんうん、これって なんて言うんだろう、このもじゃもじゃさんとかっていうのは、そのいつか消えるの、いつか消えていこう、行ける場所が広がる的な感じになるの。カフェって言ったらここだよね。え、ここじゃなかった。そうだよ。お、帰ってきたんだ。エレベーター修理できたかい。うん、ブルーホースト地表にも行ってきたよ。それでね、ここに壁があったの思い出したんだ。パンケーキってある？もちろんあるよ。あ、ダメダメ、あのお皿洗い、あのあれですよ、あのお皿洗いで、あの無料で食べれるっていう、お、餃子の王将潰れちゃったから無理無理。全然タイムリーなネタ、いつ収録したかバレちゃう。いやいや、偽からのサービスだ。救世主のためにこれぐらいはさせてくれね。誰か帰ってきたみたい。さ、座って、すぐ作ってあげるよ、パンケーキ。回を増すごとになんかこういうキャラね、このパンケーキ、すっごく、おい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 、おい、太陽のかけら地面に置くなよ、お前。そんな、扱い方がすげえ雑になってんじゃないですか。いいのかな、こんなので。本当にありがとう。お安いご用さ。かなりお腹空いてそうだったからね。うん、塔に行く前に何か食べるなら今しかないと思って。ああ、なるほどね。それで、パンケーキが君の一番好きな食べ物なのかい？うん。ほぼ正解。世界で一番好きな食べ物はママが作る特製パンケーキ。ママはね、ヘーゼルナッツを砕いてそれを生地に練り込むのが好きなんだ。へー、すごく美味しそうだ。本当にびっくりするくらい美味しいよ。ミーが悲しくなっちゃった時にいつも作ってくれたんだ。寂しくなった時も、あ、あと、お姉ちゃんのパン、何のキャラかはお察しください。ママ、早く会いたいよ。急にお腹が空いてき、今
食べたじゃん。ミーは本当に世界を救うためにここにやってきたのかな。太陽じゃどうにもならないってみんな言ってる。というか、なんでここにいるのかもわからない。ミーはただママに会いたいだけなのに。とりあえずさっきのヘーゼルナッツのネタはいただき、レシピに組み込んでごめん。よしきっと大丈夫だって。それに君なら絶対世界を救えるよ。君は強い子だ。こんなに遠いところまで来られたんだから。だろ？うん。でも、そうね。全部終わったら故郷に戻れるんだろ？うん。ほら、もっとパンケーキ食べるかい？ヘーゼルナッツないから無理。いらない。臭い。この臭いっていうネタ、マジ汚いぞ。まあ、そういうわけでさ、わざわざ来てくれてありがとうね。いろいろ聞いてくれてありがとう。それにパンケーキもどういたしまして。頑張ってな。実績ロック解除しました。パンケーキ、なるほど。じゃあパンケーキって別に食べなくても次に進めるけど、でもおそらく餓死するっていうことだったんだろうな。で、塔のふもとでしょ。これ登ってきちゃってからまた地表に戻らなくちゃいけない。塔のふもと、思いつくところで行くと2箇所で、1箇所は内側からロッキーがかかってるから、タタ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 ってなって、全然こうね、もう訳がわからないパニックになってるんですよね。で、さっきこうエレベーターに乗ってる時にミコがうんって言ったのがめちゃめちゃ気になる。一体誰にうんって言ったのっていう返事なんで、またてん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 で、誰とも会話がない。この、何の返事だったんだろうね。まあいいや。で、こっちじゃなく、こっちはないよね。あ、なんかこいつなんか、また話。はぁ、大丈夫？おう、きゅう、これは刑事かもしれない。教えてから、君は太陽世界を救う。あ、これはあれだろうね。まあ、なんか、多分サクサクに進んでるんだろうけど、次に進むべき場所があるとしたら、あそこでも内側ロッカーかかってるから、もう一個思い当たるとしたら、球根ロコンの場所ではなくて、なんかあったじゃないですか。僕がパート10だか11だかで、セーブしたところに、多分、行けば、何かがあるんじゃないかなと思うんですけど、それがどこだったっけかな。あ、こっちじゃない。うん。で、こいつら、ほんと、頭奇妙な奴ら、なんでカメラ全員知ってんのっていう話なんですよね。時代があれなんだろうね。なかなか古い時代を生きた人か、方々なんでしょうね。敬意を払って、バイバイ。で、入っていきます。で、塔のふもとって、じゃあ結局、ここなんじゃないか。ないかなと思うんですよね。で、ここじゃなかったとしたら、今日はここまでにしようかと思って、ここに、これじゃないのか？金、なんか、できない？3の目が出たら上に進めるとか。これ塔のふもとじゃねえのか。え、これ塔、え？とりあえずテク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 歩いていきます。あれ、こっちの方来たっけ？来てない気がするな。あ、なんかで、あ、このドアの鍵外せそう。あ、で、こっちに出てきました。あれ？うん、まあもうそれはいいや。それはいいや。つまり、通じることができたっていうことですね。で、え、これは、あれ？どうなんでしょう。カン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 。で、これ進める、裏側通る。あれ、これが塔じゃないんだすか？え？なんて言ってたっけ？窓？ちょっと待ってね。これをずらすと、今別の動画を上げている、残り40分って書いてました。それはいいんだけど、あれ？なんだったっけな？水ぶっかける、あれ？窓？ちょっと待ってね。ごめんなさい。ちょっとここカットか倍速にするんで、もう一回図書館の、黒崎に話を聞きに行きます。はい。あ、言っちゃった。ごめんなさいね。もう頭の中にも、私の頭の中にも、バツ丸くんしか浮かんでこないんですよね。6歳くらいの時に、大分県にあるハーモニーランドっていうところに行って、バツ丸に帽子奪われて、そのまま被られたっていう経験がある。で、
こうでしょ。で、これをどうするって。チェイ、チェイ。多分今皆さんマウス見てると思います。クリックいっぱいしてるけど何も起こらない。え？ちょっと待ってね。で、金、金を、なんかここに置けたりしない？え？小さな部屋に、の床や、あ、出ちゃった。出れるんかい。床の模様？え？琥珀。え？電球、電球持った。電球っていうか、常に持ってるよね。え？ここじゃない。皆さん、ヒント募集中。ヒント募集中。はい、はい。ヒント、第一ヒント。合ってる。場所は合ってる。合ってる。ところが、やることが間違っている。という。模様をよく見ると、よ、同じマークが画面の中に、あ、ここで×を押す。え、いいの？押しちゃって。え、なんと、ネタバラシを受けました。皆さん。このゲーム、勘。ということで、どうやら、え、でもさ、そうなったら、俺一回ここで×押してんじゃん。あ、なるほど、太陽のかけらーって3つ持ってないから、お前にゃん、お前の席ねえからーって言って騙されちゃったってやつでね。わかりました。ということで、多分×マークを押すと次に進むというオチになるそうなので、一旦ここで区切りたいと思います。で、次回塔に登って、見ろ、人間がゴミのようだっていうシーンをやりたいと思いますんで、次回をお楽しみにしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。